高松市内に結婚式場の開設が相次いでいる点一につきに全国大手のノバレーゼ、東京、中央が推進出するほか、10月には地元老舗のベルモニー、高松市が旧施設を建て替えて新式場を開業した。香川県内の挙式件数は少子化や未婚率の上昇などで減っているが、挙式費用は全国平均を上回っている。立地や設備の魅力を高めた施設により婚礼需要の獲得を狙う。ノバレーゼは16日、結婚式場、アマンダンカルムの営業を始める。最近、